フェザー級フォーメントーナメントリザーブマッチです。フォーメントーナメント欠員が出た場合リザーブの選手として入る、その権利を持つ選手を決めるという一戦です。さあ今度は富田がチャンス、バックを打って落とされないようにしながら、はい、あ来た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 、ダメ、富田が勝利。3月の試合終わってからもうすぐ試合したかったんで、強い選手とたくさんやりたいなって気持ちだったんで、ありがたいなと思いました。そうですね、チャンスが来たなっていうのがありますね。リスナー MMA トキタカー、おー力でいった力でいった、うわうわうまい、そのままフェイスオフ、入ってた入った入った入った、さあこれはきついぞ、アタップ、フィニッシュに向かって絶対進めていくようには普段から練習をしてるんですけど、プラス、まあ、ダメージを与えて、で結果的に判定だったら良くはないですけど、そういう気持ちで結果的に判定だったらしょうがないのかなっていうのは、はい、まあ内容濃かったら判定でも面白いとは思うんですけど、僕はやっぱりフィニッシュがいいかなっていうのがありますね。岩本達彦、脳に合わせてパンチ、おっと今見るとうわー三角ちょっとあー当たった、パンチだ、右当たった三角、まあ、やっぱり勝った感がやっぱ一番ありますし、自ら一番気持ちいいっていうのはありますよね。判定で勝つのもまあ圧倒して勝つのもいいかもしれないですけど、僕はやっぱりフィニッシュが格闘技の花やと思うんで、まあ、それができるリチとかもあるから、まあ、それ以下3沖にも行かないなっていうのはあります。まあ時高選手の方が対策は若干しやすいのと、まあ、いつも通りやればいいかなと思って、特別何かしているわけではないですね、はい、やっぱり、まあ、見たら分かると思うんですけど、そのリーチ手足が長くて高身長で決めが強い感じかなっていうのを、はい、グラップラーででもしっかりリーチ生かして打撃も上手なんで強い相手だなと思いますね。はい、さらに離しました、お離しましたね、で逆にテイクを狙いにいく時高、打撃のところですね、結構まあリーチ生かして距離しっかり取って岩本選手のタイミングっていう感じになってるんで、攻防ですね、もうとりあえずフィニッシュですね、危なげなく。今回の試合で終わってもタイトルマッチまで3ヶ月多分ないんですね。ここもやっぱりサクッと勝っておかないとベストコンディションでタイトルマッチに臨めないので、タイトルマッチに行きたいと思います。